にちは。インターンシップ生の伊藤優と申します。前回に引き続きイベントスタッフの派遣バイトおすすめベスト5の第3位を発表していきたいと思います。第3位にランクインしたのは埼玉スーパーアリーナです。埼玉スーパーアリーナの最寄り駅は2つあり、埼玉新都心駅と、与野駅となっております。私は埼玉新都心駅から向かったのですが、一箇所の出口を左手に進むと建物が見えてきて、道なりに進めば埼玉スーパーアリーナに到着できます。看板が多く出ているので、集合場所のゲート番号をすぐ見つけることができます。またイベント内容によるかもしれませんが、服装がスーツ指定でした。大抵はチノパンとスニーカー指定です。埼玉スーパーアリーナのキャパは日本武道館の客席が3倍近くあります。私が経験したのはアーティストのライブイベントの業務でした。アーティストさんに贈られた祝い花を運んで見栄えよく並べたり、お客様に次回ライブの広告チラシを配布する仕事を任されました。またチケットの日付と開催場所をチェックしてもぎりの仕事を手伝うこともありました。休憩室に向かう移動時間に音漏れが聞こえることがありラッキーです。好きなアーティストさんがいる方にはとても嬉しい仕事です。知らないアーティストさんのライブイベントやコンサートだったとしても、埼玉スーパーアリーナで勤務できること自体がこのイベントスタッフとしての最大のメリットだと思います。よくライブイベントに行かれる方も行かれない方もイベントスタッフの目線で施設の把握ができます。とても広いので案内業務として場所を覚えることができます。初めて埼玉スーパーアリーナのライブイベントを参加する前に埼玉スーパーアリーナのシフトを入れることをお勧めします。ぜひやってみてください。ただし仕事をしに来ていることを忘れないように心がけましょう。イベントスタッフの欠点としては開催中止の影響をもろに受けてしまうことです。仕事があるうちに働きましょう。初勤務の方でも問い合わせの少ない業務に配置してくれるので大丈夫です。次回は引き続き第2位を発表していきたいと思います。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。